ミリースキー World Ski and Snowboard。 バイクはなっとるし、犬は吠え続けとるし、犬がめっちゃ吠えてるんですけど、はいどうもエンタのゲームインザボックス。今回はファミリースキーワールドスキー&スノーボードというゲームをやっていきたいと思います。単発動画ですね、リモコンとヌンチャクを使ってっていうやつですね。めっちゃ犬吠えとるわ。拾ってるんかわかんないですけどね、マイクが拾ってるかどうかわかんないですけど、新しく登録スキーで行きましょう。とりあえずね、ミーアバターで行きましょう。もうちょっと今からミー作るのめんどくさいから、はい、ギアを変える。いやもうこれでいいです。はい、エンターで行きましょう。あ、競技とかもあんね。大自然を滑りましょうか。じゃあ今回は夜っぽく一番上から行きましょう。どういうやつやったか忘れてるんですけどね、これもうプレイはしてるけど、もうどんなゲームやったっけな。ノームエリア、ようこそ秘境マウントアングリオ。マウントアングリオは人の手の入っていない自然むき出しのビッグマウンテンです。もちろんコースは整備されていませんので、気を抜くと崖から落ちてしまうかもしれません。注意してください。もし基本的な滑り方に不安がある方はスクールで一通りレッスンを受けることをお勧めします。またこのままマウントアングリオを詳しく知るためにガイドさんと一緒にツアーに行くことはできます。麓にいるこんな格好をした人に話しかけてみましょう。ちなみにマウントアングリオは近年世界中から多くの登山家や学者が訪れていますが、未だに人の踏み入れたことのない場所があるようです。広大な雪原をくまなく滑り、前人未到の地を発見してください。そんなすごいところ来てもうた。しかもちょっと滑り方分かってないし、何をしたら滑り出すんかな。なんか喜んどるけど、滑り出しがわからない。ちょっとよくわかってないけど行ってみよう。危ない。危ない。おお、すごいな。当たる。当たってる。おお、すごい。すごいな。楽しいよ。はい、滑っておりますよ私。何、マークが変わったよ。いいね、これ楽しいわ。これ滑ってますよ。ゲーム実況として滑ったらダメですけどね、スキーとして滑ってるなら全然構わないです。ゲーム実況滑っとったらダメですよ、これ。お蔵入りになりますから。なんかおったよ、今。あ、他に滑ってる人がおるんか。なおね。おー、すごい。いいとこ来たよ。あ、やっぱ崖。
危ない危ない崖危ない。おお崖崖崖崖あか崖崖やん。死んだ完全に。あ生きとる。タフやな。タフデンって岩木しげるやったっけ。岩木しげるちゃうわ誰やったっけタフデンと CM 誰やったっけ。お、なんかヘリコプターが鳴ってますよ。いいですねこの。全然スキーを僕は滑られないですけどもこれなんて言うんですか。これワンダーフォーゲルじゃないし、これなんだったっけ。暴言暴言っていうやったっけ全然スキーの知識がないなんでそれでゲーム実況やんねんっていうやつですけどね。オッケーオッケー。もうじゃあ加速していこう。もうね、そんな方向転換してる暇じゃない。危ない。うん、オッケーオッケー。だいぶ降りてきましたよ。だいぶ降りてきた。滑空の姿勢になるにはどうしたらいいんだろうな。姿勢を低くするには、姿勢を低くしたい。姿勢の低くしかったが分からないね。はい、まあいいや。速度上げてこう。ほら、押せ押せ、邪魔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 。当たりに行くっていうね最悪のもう終わりか。でももうそろそろゴール地点まで来たんじゃないの。あのピンクのは何なんだ。ピンクゾーンは何だ。あれすごくいやらしいことがあるんか。滑っておりますねこれ。これに関しては滑っておりますねゲーム的にも実況的にも滑っておりますねこれは。お、なんかいっぱいマークあるよ。これは何なんだ。これは何。うん、参ったな。どうしたものか。おお、そこのあんた、頼み事を聞いてくれよ。人助けのためなんだよ、お願い。あたいは世界を旅する冒険家なんだけどさ、実はこの山にある数々の化石や草が様々な病気の薬の元になるって聞いてさ、それで多くの人々を助けられるってんなら、それはもう取りに行くしかないだろう。あたいが行かないで誰が行くってんだ。行くんだって。仲間たちと一緒にこの山に来たんだけどさ、ついてそうそう足くじいちゃってさ、情けないよなあたい。話長えなこいつ本当に。これは？あ、この山のツアーガイド。ツアーしてもらいましょうよ。じゃあダイナミックアングリオ。もうなんか攻めていきますよ。攻めて。マウントアングリオの危険な場所を選んで滑ることになります。かなりチャレンジングなツアーですが、手ず私についてきてください。はい、行きましょう。レッツゴー。こいつついていけるかな。それが怖いついていけるんかな。さあ来ましたよ。はい、私についてきてください。先を見ないとね、うん、はい。あー、手ずついてくる。はい、行きましょう。ツアーガイドどこ。いたいた。危ないよ、危ない危ない。そんなとこで立ち話するとこじゃないでしょ。うわ、だいぶ追いつけないよ。ツアーガイドどこ行ったガイドがいないガイドがいないガイドを超えてもうたんじゃないの。ツアーガイドどこにおんねんいないいないいないっすよ。いないっす、いないっす。もうゴール来るんじゃないですか。
クワガイルだいぶ後ろにいるっぽいな。とりあえずゴール地点っぽいところまでさっき行ったろ。速度の落とし方が分かんないんだよねこれ。お、なんかトリックしてる。超えた超えた、ゴール地点超えたよ。あのサークル入らなあかんのかな。何これ、ちょっとずつ動かなあかん感じちゃうねんな。あのサークル行ってほしいね。はい、いたいた。もうなんやねん、行ったやんけ。登って登って早く。その向き変えんでええねん。あよ登れ。なんやねんこれ。もう当てちゃった当てちゃった。リモコンめっちゃ振ってるからこっちは化粧になるよ。こっち振りすぎてスキー的には滑ってないけど話的には滑ってるんだな。オッケー到着。ドラゴンの下顎から大蛇の胃袋へ。滑っても滑られない、滑っても滑られないらしいですよ。落ちるに近い。落ちんのか。ちょっとこの時期はあの落ちるっていう言葉あんまその NG ワードですよ、うん、受験生の間ではね。行きましょう。命の保証できない、それは困るな。ちょ、ツアーガイドさん先行ってくださいね。ちゃんと先行ってください。すぐ抜いちゃうからこっちが。はい、あそれぐらい前行ってくれたら楽やわ。すぐ抜いちゃうからねこっちは。もっともっと先行ってください。ちゃんとこっちはアイコンで見えてますから。はいはい。え、もうゴールっすか。到着。落ちてったけど落ちてったけど止まり方がわからんのね。どうやって止まんねや。なんか書いてる説明書に。止まり方、ブレーキ。あ、はい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 。ヌンチャクの下ボタン押さなあかんのか。それでブレーキね。わかったわかった、説明書見てわかった。今回ツアーの山場はもうすぐそこです。まだ山場でもなかったっていうね。右側崖が続きますし、左側にも大きな穴が待ち構えてますので、はい、ついていきます。まあ落ちてもね、命の保証はないけどね、大丈夫ですよ。だってさっき落ちたんだもん。止め方わからずさっき落ちたんだもんね。お、写真撮るんか。写真撮りましょう。じゃあこの感じ、はい、保存しましょう。保存、うん、はい。ジャンプの仕方は B ボタンを押しながらヌンチャクリモコンを上に振り上げる。あ、ジャンプするしないとあかん場面もあんのか。はい、行きましょう。あ、これでブレーキね。知らん知らん知らん、聞いてない聞いてない。あ、すぐジャンプがあったよね。ちょっと待って、ちょっと待って、はい。ツアーガイドさっき行っちゃったよ。もう早く行って。ジャ
ジャンプしてないなあれ。もう行こう行こう。あ、行った行った。ほら、なんかトリックを決める余裕がある。よし、もうツアーガイド先行きよるよ。行きよったしな、こっち何回か死んでんのに。あー、ブレーキかけるの早すぎた。どこ行きたいの君は。こっちだよね。はいはい、はい、ゴール。ゴールしてるでしょこれ。はい、到着。シビアやな、あのサークル入らんとゴールにならんっていう。グリフォンの飛び石。あ、お疲れです。そうですね、本当だよ。うん、はい、グリフォンの飛び石を抜けてノームの森に向かいますよ。岩壁に囲まれたかなり狭い場所を滑ります。スピードコントロールを誤って 岩壁に激突しないようにしてください。それはしろっていう前振りなんかな。エンタ、それは壁にぶつかれよという前振りなんかな。はい、行きます。さあ、先生についていきましょう。先生というかツアーガイドね。ツアーガイドについていきますよ。ツアーガイドだいぶ遠く行っちゃったな。はい、加速して加速して。はい、だいぶ加速してきた。さあ、どこ行くんだ。グリフォンの飛び石とか言っとったね。そんな狭いとこ行くんや。だいぶ狭いよ。狭い狭い、だいぶ狭い、だいぶ狭い。テネティスノーボーディングぐらい狭い。いいですね、いいですね。はいはい、いいですよ。はい、減速しながら、減速しながらですよ、こういうことは。はい、減速しながら、はい、うまいうまい。だいぶそのスキーがうまくなってきましたね、この30分ぐらいで。よし、減速しながらね。あー、激突したね、やっぱ。先生の前振り聞いたね、今の。ちゃんと激突しましたよね。あー、トリック失敗、トリック失敗やな。こけてもうたし。あ、これがグリフォンの飛び石か。なるほどね。全然ジャンプできへんな。ジャンプ難しいわ。全然タイミング合わはん。合わはんって言ってもった。全然タイミング合わへんねんな。あ、もうゴールじゃないですか。もうこのツアーもう終わりですか、もう。ツアーガードだいぶ早いな。こんな参加者置いてくツアーガイドおる。いや、もうゴールしてるやん、これもう。シビアすぎるやろ。はい、到着。ノームの森。ふむ、ここから先はノームの森と呼ばれる場所です。ノームは大地を司る精霊と言われています。この森を守り続けるという意味を込めて先人たちがその名を付けたのかもしれません。テクニックと度胸ね。度胸に関してはいくらでもありますよ。だってもう 4,5 回以上死んでますから。お、スピードを出して滑りますので見失わないようにしてついてくださいね。お、駅へ向かいましょう。
あーしょい、はい、くしゃみ出た。滑ってない、それは滑ってない。くしゃみに関しては滑ってないよ。もうどんどんスピード加速していこう。ツアーガイド抜くぐらいの勢いでね。ツアーガイドスピード出しすぎやろもう見えてない。あいつ本気出しやがって。ツアー参加者置いてきやがって、ほんま。ほんまに置いてきよるやんけ、あいつ。あがらい。こっちこんなにスピード上げてんの、全然追いつかれん。よし、いいですよ。もうツアーガイドの位置をもう無視してね、ゴール地点が見えたからそっち方向に向かうだけ。はい、はい、ゴール。うまい、うまいんじゃないですかこれ。ダイナミックハングリオ。あー、お疲れ様です。もうやらないです、もうやらないです。なるほどね、こういうゲームだということですよ。こういうツアーもできるし、あとスノーボードもできるんですね。うん、まあちょっと時間がないんでもうこれぐらいで切り上げますけれど、スノーボードもできるしスキーもできるということで、まあ非常に幅広いゲームですね。はい、ということで、ワールドスキー、じゃあファミリースキー、ワールドスキー&スノーボードというゲームを単発動画でやってみました。うん、顔が痒いのかな。私も顔が痒くなってきた。まあそんな感じでやってみましたじゃあまた次回の単発動画でお会いしましょう。エンタのゲームインザボックス、ご視聴ありがとうございました。